細川春元は、戦国時代の武将、大名。室町幕府三十四代官僚。山城国、摂津国、丹波国、佐抜国、土佐国主も。細川慶長や十七代当主。父は、細川澄元、母は、清康院。嫡男は、細川明元。性質は三条、金よりの長女であり、その縁から武田信玄。 本願寺保守、権女の義兄にあたる人物でもある。当時、機内で内乱状態にあった細川慶長屋をまとめ、自らの政権確立と室町幕府官僚職に就いたが、家臣の三好長兄の反乱で没落、誠意を取り戻せないまま防止した。実権を持っていた官僚としては、最後の官僚である。春元の意味名は、室町幕府十二大将軍。 足利義春の返記を受けたものであるが、義春の返記を受ける前や、義春と敵対関係であった時期には、六郎の通称を、忌み名の代わりに用いた。本記事での古称は晴れ元で統一する。細川高国永翔11年に、細川住元の子として、誕生、6年後の永翔17年6月10日。 同族の細川高国との争いに敗れ泡国へ退去していた父の死去により、春元は7歳で家督を継承した。ただ、細川慶長屋の家督をめぐる高国との争いを続けていた父は、高国に幾度も逃げ湯をまされ続けたまま死去し、春元の継承時も劣勢を覆せていない苦しい状況が続いていた。一方、旧敵の高国は、将軍、 足利義種を追放、代わって足利義春を将軍に擁立して、杉替えを断行するなど事実上の天下人として、君臨しており、反撃の機会は遠のいていた。だが、大英六年七月十三日、重帝の細川院県からの残言を信じた高国が、配下の高材元森を討ったために、元森の兄弟たちに背かれ、勢力の内部分裂を自ら招いた。 そんな収集のつかない敵型の球場につけ込むべく、13歳の春元は三好元長に要されて、同年10月に高国打倒の兵を挙げた。同年内には機内まで進出し、高国に背いた旗の軍と合流した。高国と春元の争いは、細川氏の家督を奪い合う死闘であるにもかかわらず、高国は現職の官僚であることを利用して、将軍、 義春を擁立していたために、名目上の官軍を称することができた。それでは晴元側は、俗軍の扱いを受けてしまい、保身に走る味方に離反される恐れをはらんでいたため、晴元側も、義春の弟、足利義綱を擁立することで備えている。そもそも、大英三年に、足利義種が、淡国無屋に下校してきた時に、細川三周家の助力を得ようとしたが、 当時の春元は10歳の少年であったため助力することかなわず、失意のうちに吉種は没した。その後、当時の阿波守護で春元の重帝細川持高は、阿波の細川間で、将軍警視としての吉綱と、細川宗家警視としての春元を一緒に養育していたであったとする説を提示している。大英7年2月12日、高国との決戦に勝利。 義春を要したままの高国を大見国へ追い落とすと、泉国境を本拠とした春元は、宮高地により、実態を失った高国政権に代わるべく、吉綱を将軍にいただく、境久防府という議事幕府を創設した。ここまで、三好元長の功績は、抜群だったが、元長は、柳本賢治と防流の三好正長らと対立し、春元も元長が、 細川高国との和睦を図ったことで不満を抱き、賢治らの残言を受け入れていたため、協力2年に憤慨した元町の阿波下校という事態を招き、堺区保府の軍事力を低下させてしまった。高国も備前国守護大の浦上村宗と結託して、再起を図り拒兵、迎撃に向かった賢治は、協力3年に高国の資格に暗殺され、 勢いに乗った高国村宗らが摂津国へ侵攻して、堺井区府を窮地に立たせた。協力四年になると、細川高国に摂津の大半を制圧された上、京都も高国派の内藤彦七に脱回され、堺井区府は攻撃の危機にさらされるものの、同年二月に三好元長とは僕。三月に元町に広告軍の進撃を阻ませて降着化に、 持ち込むと、6月4日には来園の赤松正介による高国への支援を装った騙し討ちが、決め手となって、細川高国、浦上村宗軍を壊滅させた。戦後、高国には逃亡されるも6月5日には潜伏中の摂津国天ヶ崎で捕獲し、8日には天ヶ崎の広野理事で自害させ、老夫の仇を討った。足利義春それまでの権力者だった。 細川高国を滅ぼした、春元だったが、堺久区府としての政権奪取という、これまでの方針を転換。元将軍、吉春と和睦し、その官僚に就こうとしたために、三好元長と対立してしまう。細川慶長屋の家督と官僚の座さえ手に入れば、別に吉春が、将軍のままでもよかったということである。共通の敵、高国を滅ぼして、わずか2ヶ月で、 内部対立が表面化した堺久保府であったが、高国討伐の功労者であった元長に対し、それを邪魔者と見る機内の国衆が春元の下に結集した。協力5年、春元が肩入れする、貴沢長政を攻撃する、元長を排除すべく、茨城長田から摂津国衆が策謀を凝らして、本願寺、第十世保守、少女に一向一揆の宝器来を提言。 少女の快拓で放棄した一騎軍によって、自らの手を汚すことなく元町を境で廃止させただけでなく、不安になった足利義綱の淡への放築にも成功した。長政の仕組んで、元町の支援を受けていた畠山義高も巻き込まれ、一向一気に撃たれている。内部の反対派を排除し、将軍、義春と和睦できた春元は、 放棄したまま乱行を重ねた一向一揆軍の鎮圧に神経を費やした。一向胸の対立宗派であった、北ッ宗とも協力して、北ッ一揆を誘発させ、他にも、領内で一向胸の活動に悩まされていた、大見国の六角定頼とも協力して、山品本願寺を攻めた。山品本願寺消防後、石山本願寺に移転した一向一揆と戦い、 天文2年に一向一期の反撃に遭い、境から淡路国へ亡命したが、摂津池田城へ復帰して、体制を立て直し、天文4年に和睦した。天文3年に、木沢長政の仲介で、三好元長の着難、三好長慶とも和睦して家臣に組み入れた。天文5年、京都で勢力を伸ばした北家宗に対し、比叡山延暦寺。 六角貞頼と連合して壊滅させた。同年に、細川高国の残党を率いて敵対していた、高国の弟、晴れ国も打ち取り、機内を安定させ、天文六年に、右京大部に任官され、官僚として、幕政を支配した。なお、この年の4月19日には、六角貞頼の勇士となっていた三条、金よりの娘が春元に嫁いでいる。 だが、一方で、足利義春が本来は敵型である春元に対抗するために権力機構を整備したこと、六角貞よりの幕府内での発言力が高まったこと、両細川の乱以前からの細川慶長家府大の家臣の多くが細川高区に配下として運命を共にしたことによる慶長屋の政治的ノウハウの喪失などによって幕政における。 細川慶長屋の発言力が大きく低下したとする指摘もある。三好長慶天文八年、上落した三好長慶が、同族の三好正長と河内1七箇所をめぐって争い、春元は正長に肩入れして長慶と対立したが、吉春と六角貞よりの仲介で長慶と和睦した。この時は小競り合いに終わったが、天文十年には増長した。 久は長政が造反し、政長の排除を訴えられた時も拒絶、京都郊外の岩倉へ逃れ、翌天文十一年に、摂津芥川山城へ移り反撃、長兄、政長と河内国の湯座長京による活躍で長政を、打ち取っている。しかし反乱はなおも続き、天文十二年、亡き細川高国の養子、細川氏綱が、春元打倒を掲げて、泉国で拒兵。 この反乱は、同年のうちに収まったが、天文14年には、山城国で高国派の細川元春、元、前、国慶三代と丹波国の内藤国定らが拒兵、三好長兄、正ながら諸軍勢を率いて、反乱を鎮圧した。天文15年8月に、宇治津が、畑山政国や湯座長京の援助で再拒兵、長兄の動きを封じて、 摂津国のほとんどを奪い取った。宇治綱と畠山聖国、湯座町京らが手を結んだだけでなく、9月に上野国慶も再挙兵して京都へ入ったため春元は丹波国へ逃亡する。この年の12月に将軍、吉春も滞在先の大御国坂本で着南、菊道丸を元服させた上で将軍職を譲るが、この際に六角貞よりが、 官僚代に任じられ、本来は官僚が行うべき、果官役を務めた。これは、従来は官僚である春本が出陣中であったため、定頼が代行したと解されていたが、近年では、文字通り官僚が空席であったと解する説が出されている。この説によれば、当時の官僚の職務は、儀礼的分野に留まり、もし春本が坂本に駆けつけられる状態であれば、 この元服の義に先立って官僚に任命されたはずであるが、実際にはそれが不可能であったために、大江の守護である佐田愛よりが官僚代に任じられ、春元は最後まで官僚に任じられなかったとされる。いずれにしても、官令に反して細川氏よりも価格が下がる六角氏の当主を将軍の絵星親にする行為は、春元のメンツを踏みにじるものであった。また、 吉藤の元服の翌日に行われた将軍宣言の儀式に、湯座長京が参列していることに注目し、宇治綱も長京を通じて、官僚に就任して、吉藤の絵子親になろうと工作を図っており、もし宇治綱が坂本に駆けつけられる状態であれば、この元服の儀に先立って、官僚に任命されたはずであるが、実際には、それが不可能であったことと春元の衆徒である佐田よりが、 これに反対する意図で官僚代として、エボシ親を務めたとする見方もある。やがて、ヨシハルフ氏も、ウジツナの指示に転じて、ハルモトと敵対する。これに対して、ハルモトは11月に、三好長兄の居城である、摂津小清水城から、北の新珠寺へ移り、小清水城で待機していた長兄と協議して、翌天文十六年に反撃、摂津の細川宇治ツナ方を打ち破り、 摂津を平定、7月21日に、長兄が、細川氏綱、湯座長兄らに、シャリジの戦いで勝利、吉春ともうるう7月に定よりの協力で和睦して、氏綱の反乱を、ようやく鎮圧した。天文17年5月6日、かつて、細川氏綱に寝返った、摂津国人、池田信政を切腹させたことにより、三好長兄と他の摂津国人衆の離反を招き、 8月に、三好一族の輪を乱す三好正長討伐の認可要請を長兄から出されても拒否すると、10月には、宇じ長川へ転属した長兄に拒兵され、摂津江波城を行為される。その江波城でこもっていた、正長の子、正勝を見捨てては、機内の国衆から見限られる恐れがあるため、春元は、戦力で劣るまま摂津国江口において、長兄らと戦うこととなった。 しかし、正面からの主力決戦を回避し、あくまでも、六角軍の到来を待ってから決戦に臨もうとした、ため、帰戦を制せられた、春元の主力は戦わないまま敗北する。この戦いで、三好正奈が高畑町直ら多くの敗下を失った春元は、追撃を恐れて、将軍、吉輝らと共に、大見国坂本まで逃れた。小国時報。 同春元や足利義輝ら現職の将軍、官僚が不在となった京都には、三好長慶と細川氏綱が上落、長慶が幕府と京都の実権を握った。大見へ逃亡した春元は、天文19年に足利義春が死去してからは義輝を擁立し、香西元成や三好正勝など晴元等の残党を、率いて、東山の中尾城と丹波国を拠点に、 京都奪回を試みたが成功せず、中尾城を破棄。天文二十年、丹波州を率いた元成、正勝が長慶軍に敗れ、天文二十一年一月に長慶と吉輝が和睦して吉輝が上落、宇治綱が細川氏と主となり、嫡男の宗明丸が長慶の人質になっても春元は和睦を認めず出家し、若さ守後の武田信とを、頼り、 若狭国へ下校する。信豊は細川市の両国である丹波へ派兵する。それからは丹波国からたびたび南下して三好軍を脅かし、天文22年3月に吉輝と三好長兄が決別、7月に吉輝から謝面されると再度吉輝と共に長兄と交戦した。しかし、八月に義照方の霊山城が三好軍に落とされると義照と共に、 大見国旧牧へ逃亡した。丹波国では、香西元なり、三好正勝らが、秦の元秀と手を結び長兄派の内藤国貞を、討ち取ったが、国貞の養子で、長兄の武将、松永長寄に反撃されて、丹波のほとんどを平定され、工事3年頃に、元秀が長寄に没落させられ、丹波は、三好両国となった。 ハリマ国でも元成が、赤獅子と結んだが、工事元年に、赤獅子が、三好軍に攻撃され、降伏、勢力拡大した、長兄の前に手も足も出せなくなった。永禄元年、上落を図り将軍や真っ白で、三好軍と交戦するも、六角吉方の仲介で吉てると、三好長兄が、再びは僕を結ぶと坂本に止まる。永禄四年、隠居の春元は、 次男の細川春行を、細川家の当主に見立て、六角、畠山軍と共に、大見に半三吉の兵を挙げさせる。三吉軍に敗退し春行は戦死、三吉長兄と和睦するも、摂津の不問事情に幽閉された。細川春元の法教院等 A66 年3月1日、不問寺で死去した。去年50、晴元の死後は、 小本が慶長屋の家督を相続したが、官僚に任命されず、かつての威勢を取り戻せず没落していった。細川氏綱は、官僚に就任したとされるものの資料的な裏付けは、なくほどなく、死去、以降は誰も官僚に任命されなかった。後に、小本は、織田信長に仕え、子孫は、縁者の秋田氏を頼り、三春藩の家老として勲された。ありがとうございます。